どこなんだよ、ここ。屋上？さっきまで夜だったのに。担当している水瀬マリアです。早速だけど第2ゲームから見始めた視聴者の皆様のために C チームのことをざっとおさらいしとくね。彼の名前は片桐雄一、両親のいない貧乏学生。彼女は正義感の強いクラスの副委員長沢良志保。彼は学年トップの天才三笠天智。千部誠は市会議員の父親を持つお金持ち。この子は昔いじめにあっていた心木ゆとり。そんな5人は仲のいい友達同士。でもある日、この中の誰かがクラス全員分の修学旅行費200万円を盗み、友達ゲームに参加することになった。2000万。第一ゲームのこっくりさんゲームは片桐雄一の機転により最終問題でギリギリクリアすることができたけど、それと同時にみんな5人の中に裏切り者がいるという疑心暗鬼の空気に包まれてしまった。とりあえず仕切り直して頑張ろうという話になったけど、友情崩壊はもう寸前。そんなこんなで第2ゲーム陰口すごろくがスタートしたわけなのです。これはマスってことか。普通のスゴロクとは違うのか。普通のスゴロクって一人ずつサイコロを振って最初にゴールした人の勝ちでしょ。要はサイコロでいい目を出す運のいい人が勝つゲーム。でもこの陰口スゴロクは違う。このスゴロクで勝つのは友達の隠し事をいっぱい暴露した人。友達を貶めるような隠し事をバラせばバラすほどいい目が出る。じゃんじゃんいい目を出して友達を地獄に落として勝利する。それがこの陰口すごろくさ。友達を貶めて地獄に落とす。それじゃあ細かいルールの説明をするよ。まずはこの陰口ペーパー、これがこのすごろくでのサイコロ。これに友達の隠し事を一つ書いて提出してもらう。その内容を視聴者に発表して誰が一番許せないかアンケートを取り、その結果で進むマスの数が決まるんだ。視聴者って誰だよ。ここには俺たちしか。神様だよ。空に文字が。
君たちの運命はこの友達ゲームに出資してくれている視聴者様たちにかかっているんだ。視聴者様はお客様、お客様は神様でしょ。私たち見せ物にされてたの。友達ゲームはね、ビジネスなんだよ。ビジネスだと？僕たちが慈善事業で借金返済を手伝うとでも思ってた。まあとにかく一度試しにやってみよう。例えばこんな暴露があったとする。締め箱とはズラだ。は？サワラギシゴは水虫だ。え？片桐雄一は金持ちだ。心木ゆとりの胸はGカップだ。イカサ天智は伊達メガネだ。これで一度アンケートを取ってみるよ。この中で一番許せないやつは誰？答えて神様。5マス、2位は4マス、3位は3マス、4位は2マス、5位は1マス進むんだ。つまりこれは好感度調査をして好感度が低いものから順にゴールするってこと。簡単に言うとそうだね。だがこのルールだと暴露された人の方が先にゴールするんじゃないの？そう。でもゴールをした人が圧倒的に損をするとすれば。何？ゲームは誰か一人でもゴールした時点で終了となる。賞金は600万円。ただしゴールせずにクリアした人間は最終ゲームに参加しなくて OK なんだ。参加しなくていい？つまりこのゲームでゴールしなかった人は借金チャラで友達ゲームから解放されるってこと。逆にゴールした人はみんなの借金を背負って最終ゲームに進むんだ。解放。ちなみに最終ゲームは大変だよ。辛いよ。要するにこのゲームは友達をゴールさせてクリアしちゃう方がお得ってこと。友達の秘密をどんどんバラして誰かをゴールという地獄に突き落とす。どう？面白いゲームでしょ。全然面白くないわよ。友達を地獄に突き落とす、そんなことできるわけないでしょ。だったら陰口ペーパーを白紙で出せばいい。白紙でいいの？その場合はどうなる？その時は神様アンケートはやらない。みんな仲良く一マス進むだけ。じゃあずっと誰も陰口を書かなければ。うん、時間はかかるけど確実に全員同時にゴールできるよ。ただし全員同時にゴールした場合は当然全員で恐怖の最終ゲームに強制参加だよ。そんなの別に構わないわ。千穂ちゃんはそう思ってても他の人はどうかな。万が一裏切り者が現れたら白紙で出した人は圧倒的に不利な状況になるからね。大丈夫だ。俺たちは誰も友達を裏切ったりはしない。学ぶ、このゲームは第一ゲームと違って喋ってもいいんだろう？もちろん、今回はいくらでも喋っていいよ。だったらしっかり話し合って進んでいけば間違いは起きない。うん、そうね。ああ、鍵口ペーパーを書く書かないに関わらずこの個室に入って一人ずつ紙を提出すること。あと一度入ったら3分間は外に出られないからね。入った時間で書いたか書いてないかを判断させないためか。それ以外はだいたい普通のスゴロクと同じだけど、最後に一つ嘘を書いても OK だよ。バレさえしなければ。バレたらどうなる？書いた人には神罰が下る。神罰？神罰が下ると強制的にトップにされる。つまりその時一番ゴールに近かった人の一マス先に移動させられるってこと。
超リスクが高いって覚えておいて。じゃあそろそろゲームを始めよう。神様も退屈そうだし。みんな分かってるよね。どれだけこいつらが揺さぶってきても私たちは全員一緒にゴールする。それしか私たちの友情を守る方法はない。もちろん。どのチームも最初に言うこと一緒ですね。マラソン大会と同じ。最後まで一緒に走るやつなんていないのに。人間は打算する生き物だ。一緒にいることがデメリットでしかなかったらどういう行動に出るか。この暴露すごろくで何マス足並みを揃えていられるかな。まずは私が行くから。さっさとこんなゲーム終わらせよ。よし、じゃあ次は俺が行ってくるぜ。次は俺が行く。最後は雄一が頼む。最後はプレッシャーがかかるからな。ああ、分かった。ゆとり、大丈夫だから。1回目の提出全員終了。さあ中身をチェックするよ。今回の陰口は、ゼロ。全員白紙でした。よしよし、よかった。じゃあみんな仲良く一マスずつ進んで。マイナス10万円？なんだよこれ。
聞いてねえぞ。言ったよ、だいたい普通のスゴロクと同じだって。スゴロクって普通こういうゲームじゃん。そういえば君たち一マスずつ進めていくんだったよね。全部で60マスくらいあるけど、全部止まっていったら借金いくらになるんだろうね。600万。さあどうかな。それじゃあ2回目の結果を発表するよ。今回の陰口はゼロ。第2回目の提出も全員白紙。みんな一マス進んで。50万。全部10万なわけないじゃん。どうしたのみんな、顔色が悪いよ。まあでも最終的にゴールした人間になすりつければいいわけだし。みんな騙されちゃダメよ。これがこいつらのやり口なんだから。分かってるよ志保、俺は何があってもお前の言うことを支持するよ。ありがとう志保、私も志保ちゃんを信じてるから。残念だったわね。あなたたちの思い通りに私たちはならない。それはよかったね。さあ3回目の提出の結果を発表するよ。今回の陰口は1枚出たよ。そんな、さわらぎ志保が好きなのは片桐優一だ。なんで？マジか。そんなさわらぎ志保は昔三笠天智と付き合っていた。まずは神様アンケートやっちゃうよ。とはいえ今回は志保ちゃんの陰口しかなかったからね。答えて神様。当然結果はこうなるよね。志保ちゃんだけ5マス、他のみんなは1マス進んでね。変化なしもあるのか。志保、今の陰口本当なのか。しべ、今じゃなくていいだろ。そんなこと。そんなこと俺には大切なことなんだよ。それにお前まさか志保が自分のこと好きだって知ってたのかよ。なんだよそれ。お前ら俺の気持ち知っててなんで黙ってたんだよ。それとも二人して俺のこと笑い物にでもしてたのかよ。やめろしべ男。お前には関係ないだろ。関係あるさ。俺は沢良さんの元彼なんだから、お前よりずっと彼女のこと深く知ってる。お前やめて。ミカサ君、そんな誤解されるような言い方しないで。誤解？みんなには黙ってたけど、私とミカサ君は幼馴染なの。私の父が警察官で、ミカサ君のお父さんが検察官。もともと大学の同級生で親友だったんだけど、仕事上でも二人の縁は続いて家族ぐるみの付き合いだった。いやー、潮の向こうは天智くん以外はありやん。い
え、ちょっとお父さん何言ってんの。お酒飲みすぎだから。ひよちゃんが俺の娘。いいね。お姉さんまで何でその気になってんだよ。父は一度言い出したら聞かない人だったから。私たちは両親の前では付き合ってるふりをしてたの。3年前、三笠くんのお父さんが亡くなるまで。それで三笠くんは転校して、去年偶然高校で再会したの。みんなに黙ってたのは、三笠くんのお父さんが亡くなった時の話をしなくちゃいけないから。それは三笠くんにとって辛い思い出だろうし、それに付き合ってたっていうより親同士が勝手に決めた言い名付けみたいなことだったから。結局それって何もなかったってことか。なんだよ、もったいつけた言い方しちゃってさ。恋愛の感情も好意も何にもなかったわけだろ、天智。なあ、学ぶ、これって嘘の陰口なんじゃねえの。これで二人は付き合ってたなんて言えるわけ。微妙だなあ。実際その当時の二人に全く恋愛感情がなかったら嘘になるかもね。恋愛感情はなかったよ、私も三笠くんも。親の顔を立てるために付き合ってるふりしてただけだから。だってさ、俺は本気で好きだったよ。あ？それに俺は今でも沢良さんのことが大好きだ。天智、ごめん、しおちゃん、こんな時に。だがもう黙っていられない。ずっとずっと我慢してたことを言わせてもらう。しべ、俺はお前にずっとムカついていた。志保ちゃんに対する軽率な発言と行為に。特にお前が彼女に不意打ちでキスしようとしたと聞いて。殴られたの。誰に。沢良さんだ。キスしようとしたの。未遂で終わったらしいけど。本気で殴ろうかと思ったよ。なんだよ、だったらはっきり言えばよかっただろ。俺も翔ちゃんが好きだからどっかに出すなって。だからバカはムカつくんだよ。なんだと。言えるはずないだろ。志保ちゃんが雄一を好きだと分かってたんだから。俺が思いを伝えることで志保ちゃんを苦しめる。なのにお前は何の考えもなく。だからってこんな時に陰口ペーパーに書き込んで告白する方がどうかしてんだろ。あれを書いたのお前だろ。バカ言うなよ。お前と志保の過去なんてお前らしか知らないだろ。分かるはずないだろうが。短絡的だな。当人同士にしか分からないこと俺が書くはずないだろ。そんなことしたら俺が一番に疑われる。俺はお前と違ってバカじゃないんだ。頼むからしべ、よく考えてから話してくれよ。だったら頭のいい天智か。なんで俺が陰口入れたと思うか教えてくれよ。嫉妬だろ。焼き芋食べたい。いいね。あ、ねね、知ってる、しおちゃんってゆういちくんのこと好きらしいよ。私昨日一緒に帰って。お前は噂程度で沢良さんが好きなのは雄一だよ。俺とは昔付き合っていたと知ったんだ。そしてそれが真実かどうかどうしても知りたい。お前は陰口ペーパーに書いた。要するにお前は俺や雄一が翔ちゃんと特別な関係だったことに嫉妬してたんだよ。自分だけがただの友達だからな。離れろ。いいか、今どんだけ言い合ったってのは真実なんてわからないんだよ。ただ一つ確かなのはお前ら沢良のことが好きだってことだろ。だったらこいつが悲しむようなことだけはすんな。だからこの話は一旦お預けにしよう。少なくともこのゲームが終わるまでは。すまない。
丈夫？しほちゃん。うん、ありがとう。ゆういちのことが好きだったんだね。うん、それにしべくんだけじゃなく、ミカサくんもしほちゃんのこと好きだって。やっぱすごいよね、しほちゃんは。美人だし、頭もいいし、スタイルもいいし。男の子はみんなしほちゃんのこと好きになっちゃうよね。きっと、ゆういちも。ゆとり？さわらぎ、コロギ、お前らにも聞いてほしいことがある。ちょっと来てくれ。うん。面白くなってきましたね。マリアはあの陰口誰が入れたと思う？私はしべくんが怪しいかなって。天智くんの言う通り、しほちゃんの気持ちを知りたかったのかも。しべは裕福だから、この中で一番お金より恋愛を優先しそうだし。でも天智くんも怪しいな。単純に陰口の内容を2つとも確実に知ってたから。それを言うなら沢良木志保もだかな。あ、そっか。まあでも雄一君とゆとりちゃんはないかな。何かを仕掛けていた可能性もある。そんなこと言ったらみんな怪しいですよ。まあ何にせよ、このグループの面白いところは、この中で最低でも一人本物の大嘘つきがいるということだ。あれだけ揉めていたにもかかわらず、シラを切り通した。つまり演技をしていたんだ。見事にな。今誰が陰口を入れたか追求しても関係がいたずらに壊れるだけだからやめよう。それと俺はこのピリオドで陰口すごろくの攻略法に気づいた。攻略法？こんなゲームに攻略法なんてあるのか。ああ。まず俺はこの陰口すごろくが始まってからずっと引っかかってたことがある。それはこのゲームがフェアじゃないこと。フェアじゃない？第一ゲームと比べてこの陰口すごろくは極端にアンフェアに感じる。俺たちはお互いを信じて全員足並みを揃えていたのに、たった2マスで借金が300万も増えた。たとえクリアして600万もらえたとしても、これはあまりにもアンフェアだろ。なあ学ぶ。もちろんゲームマスターはそちらだし、俺たちは借金をしてる立場だ。多少の理不尽には目をつむるしかない。が問題は、極端に不公平なゲームは見ていてつまらない。友達ゲームはビジネス。友達ゲームには観客がいる。つまり観客を楽しませるのがこいつらの仕事なんだろう。ゲームの面白さはスポーツでもギャンブルでもある程度フェアじゃなければ成立しない。結果がどうなるかわからないからこそゲームは面白い。確かに。今回俺たちが泊まったマスで借金が増えなかった。そのことからある推測が成り立つ。陰口で進むという要素を除けば普通のすごろくと同じだと。だったらマイナスのマスもあればプラスのマスもあるはずだ。このゲームを面白くするためにちゃんと公平性があるとすれば、最初から最後まで友達を信じて一マスずつ進んでいったら、結果的にこの第二ゲーム中の借金はプラスマイナスゼロになるようにできてるってことだ。やるじゃん、ゆういちくん。たった3マスで気づくなんて。だから信じ合う証としてもう一度全員で白紙で入れよう。沢良木の進んだ分は次の回以降に調整していこう。このゲームは全員が協力しなきゃ絶対同時にゴールできない。
俺はいいぜ。私も。俺も異論はない。分かった。よし。まずは俺が行ってくる。俺は白紙で出した。次は沢良義。頼む。うん、分かった。白紙で出したぞ。よし、これで絶対大丈夫だ。4回目の結果を発表するよ。今回の陰口は2位。残念、今回は2つ出ました。2つだと。片桐雄一は1週間風呂に入らなかったことがある。沢良義、お前。違う、私じゃない。二つ目、沢良義志保は整形だ。え？さあ、神様アンケートやっちゃうよ。答えて、神様。結果、志保ちゃんは5マス、2位だった雄一くんは4マス。それ以外の人は一マスずつ積んでね。それにしてもしほちゃん整形してたんだ。しほ、整形っていうのは嘘だよな。本当だったらどうだっていうわけ。ちょっと待って、しほちゃん、整形って中学に。三笠君は黙っててね。しべ、私が本当に整形してたらどうだっていうわけ。私のこと好きになんてならなかった。いや、それは。それとも友達にすらなってなかったっていうわけ。志保ちゃん、たとえ志保ちゃんが整形でも関係ないよ。私はずっと友達だよ。ゆとり、ありがとう。でも、そっか、しほちゃん整形だったんだ。ゆとり、あれれ、みんな黙っちゃったね。じゃあゲームを続けるよ。今回の陰口は1。今回は残念、また一つに減っちゃった。コオロギゆとりは中学生の時に援助交際をしていた。ゆとりが援助交際。嘘だろ。それって親父相手に体を打ってたってことか。お前、大人そうな顔して少女じゃなかった。しべ、何すんだよ、いきなり。黙れ。お前はもう喋るな。なんで、しほちゃん。違う、私じゃない。私は書いてないわ。信じて、ゆとり。嘘だよ。だってそれ知ってるの、しほちゃんだけだもん。ゆうち、コオロギさんのこと頼めるか。いや、でも。バカ、そばにいるだけでもいいんだよ。ゆうち、
お前は本当に罪深い男だよ。俺たち落ち着くまで離れていよう。心木、大丈夫か？ゆういち。うん。私ね、どうしてもお金が必要だったの。こんなさ、気持ち悪い本ばっか読んできからお前はいじめられんだよ。中学の時、今とは比べ物にならないくらいのいじめにあってて、3つの経済主体、社会には経済活動に参加する、先生でさえ助けてくれなかった。生産活動の中心となる企業、消費活動をする家計、財政活動。ただね、一つだけいじめを止める方法があったんだ。それがお金を渡すこと。お前ら、もういじめんじゃねえぞ。こいつは俺たちの大事なお友達だからな。いつも私にひどいことをする人たちがお金を渡すと笑ってくれたの。優しくしてくれたんだよ。お金だけが私を守ってくれたんだ。でもお金も底をつき始めて、心木ゆとりちゃん、私はデートするだけだった。コスプレとか興味ない？え、写真撮るだけだから。お金なら弾むから。次はコスプレって言われて。ああ、いいね。こっち見て。写真撮るだけって言うから。次は君に触りたいって。君に触りたいんだ。それでお前、うん、大丈夫だよ。それで私怖くなって途中で逃げ出しちゃったから本当だよ。さすがにそれは信じられないって、ゆとりちゃん。本当だよ。私まだ処女だよ、ゆういち。信じて。私、ゆういちまで遠くに行っちゃったらもう一人ぼっちだよ。心木、信じるも信じないもないよ。俺はお前にどんな過去があっても絶対に離れたりしない。ゆういち、ごめんな、いきなり変なこと言って。でもそれなら俺がお前から離れないって少しは信じられるだろう。うん、続けられるか。うん、雄一が一緒に行ってくれるなら。うん、分かった。だけど少なくともしおちゃんの近くには行きたくない。私じゃないって言ってるでしょ。そうかもしれない、そうでやってほしいけど今は無理だよ。少なくとも今はしおちゃんの近くには行きたくない。本当に仕方ない。だけど私じゃ。今は行こう。実際さっきの話は知っていたの？全部じゃないけど。金貸してくんねえかな。友達だろ。おい、あんた何やってんのよ。なんだお前。この子の友達よ、しほちゃん。友達だ、笑わせんなよ。こいつが何してきたかも知りもしねえくせによ。え、こいつはな、
金のためだったら何でもするような女なんだよ。それよりお前結構可愛いじゃないかよ。早く受け取れ、早く。それで私、中学の時に援助交際を。そっか、話してくれてありがとう。大丈夫、誰にも言わないから安心して。本当にゆとりの秘密をバラしたのは私じゃないの。確かにその話を直接聞いたのは私だけかもしれないけど、僕は君を信じるよ。ミカサ君、信じてくれてありがとう。当然だろ、僕が一番君を知ってる幼馴染なんだから。あの、これはあくまで推測なんだけど、あれを入れたのは心木さん自身じゃないかと思うんだ。そんな、なんでそうなるの？いや、俺だって信じたくはないが、あれを見てしまったらそう思ってしまうだろう。気づいてるかもしれないけど、心木さんも雄一のことが好きだったんだ。でもこのゲーム中に志保ちゃんも雄一が好きだと知ってしまった。自分に自信のない心木さんは、みんなから好かれている翔ちゃんから雄一を奪うために自分の秘密を暴露し、派手に泣いて雄一の登場を引いた。そしてそれを書いたのは翔ちゃんだと言い放ち、君の株も下げた。いや、さすがにそれは考えすぎなんじゃ。そうかもな、それは考えすぎかもな。でも雄一は純情で優しいやつだろ。あんな風にか弱い女の子が懇願してきたら拒絶できないと思うんだ。ねえ、イチャつくのもいいけど、そろそろ続き始めていいかな。まず最初は誰が入るの？天智、悪いけど先入ってもらってもいいか？ああ、わかった。渦巻いてますね、いろいろ。いるな。え？いるって？このグループの友情をわざと壊そうとしてる人間が。終わったぞ。いい加減にしろ、沢良木！雄一。ごめん、でも今のはお前が悪いぞ。あれを書いたのが心木自身なんて、そんなことするわけないだろ。まずそんなことする必要がない。雄一は分かってないんだよ。女はね、本当に欲しいものがあったらずるくもなるんだよ。そうでしょ、ゆとり。そうだね、誰かさんみたいに美人になるために整形する人もいるもんね。ああ、そう、それを言うのね。本当は思い出したくもないから言いたくなかったけど、私が整形したっていうのは綺麗になるための整形じゃない。昔いろいろあって顔に目立つ傷ができたから、それを消すためにしたことよ。そうなのかよ。ゆとり、私を信じられないのならもう好きにすればいいけどね。あなたがそうやってそのことを盾に私を攻撃してくるなら、もう私はあなたのこと信用しなくなるからね。別にいいよ、私は雄一にさえ信じてもらえれば。ねえ雄一、雄一は何があっても私を信じてくれるって約束してくれたよね。ああ。雄一、ごめん翔ちゃん、俺が余計なこと言ったせいで。ううん、違うの。私も最初は誤解を解きたくて話しかけたんだけど、ゆとりがあまりにも聞く耳持たないからついカッとなって、全部私が招いたことよ。翔ちゃん、ゆういちが心木さんを信じるように、俺も何があっても君のことを信じてるから。うん、
俺なんかじゃ雄一の代わりにはならないかもしれないけど。そんなことない、本当にありがとう。で、次は誰が入るの？私が行く。みんな提出したね。それじゃあ早速発表するよ。今回の影は2。今回は2つに増えたね。1つ目は、沢良義志保は普段男性用のボクサーパンツを履いている。天智は年齢を偽っている。え、これ本当か？偽ってるって言うと大げさだが、確かに俺はみんなより一つ年上だ。中学を卒業した後、俺は今とは違う高校に入学した。だがいろいろあって1年間ほとんど登校できなくて退学したんだ。その後、今の高校に入学した。すま、秘密にするつもりはなかったが言い出せなくて。いや、謝ることじゃないだろ。でも、ちょっと驚いたの。これを知ってるのは幼馴染の志保ちゃんだけだと思ってたから。え、また志保ちゃんなんだ。違う、私じゃないからね、天智さん。ごめん、君を疑ってるつもりは全然ないんだ。言ったじゃないか、俺は君を信じてるって。天智さん。さあ、神様アンケートやっちゃうよ。答えて、神様。ここでダントツ1位のしおちゃんが止まってますわ。なんとスペシャルチャンス。スペシャルチャンス。このマスに止まった人はまず自分を含めた5人の中から1人を指名できる。その指名された人は僕たち友達ゲーム事務局が独自に調べた大暴露ネタをこの場で発表されるんだ。そしてすぐに神様アンケートでそのネタが許せるか許せないか投票してもらう。その結果に応じてその人を一気に進められる。つまり大逆転を狙えるスペシャルチャンスってことだよ。それで誰を選ぶ、しおちゃん？やっぱりさっきから生意気なゆとりちゃん？それとも整形に引いちゃったしべくん？愛するゆういちくんの秘密も興味があるんじゃない？もちろん自己犠牲で自分を選んでもいいよ。それか志保ちゃんが一番信頼している天智くんを選ぶのも手だよね。信頼している人間、つまりやましいことがない人間の可能性が高いから暴露ネタなんて見つからないかもね。天智さん、そうだな。ここは俺を選んでくれよ、志保。なんで？一応俺なりに黙ってる間ずっと考えてたんだ。みんなにひどいことしちゃったなって反省したんだ。それでこれが罪滅ぼしになるとは思ってないけど、俺はまだみんなと友達でいたくて。しべ、
それに俺自信あるんだ。俺には調べられて困るようなこと一つもない。本当にいいの？もちろん。遠慮すんなって。ありがとう。じゃあ私は四部を選ぶ。オッケー。さあ四部君にはやましいことが本当にないのか？だからあるわけないだろ。残念。ありました。おやじ。そう、こいつは君のパパで市会議員の四部翔一。僕たちの調査によると、女性スキャンダル、秘書へのパワハラとセクハラ、一部の企業や反社会組織からの賄賂、選挙時のお金のばらまき、ちなみに今も何か大きなスキャンダルを隠すために結構なお金をばらまいてるみたいだよ。ああ、要するに四部君の親父は人間のクズってことだよ。そんな。ごめん四部。でも大丈夫、親のことであんた自身は軽蔑なんて絶対しないから。天智さん。なあ四部、悪事を犯したのは本当にお前の父親だけか？どういう意味だよ。そのままの意味だよ。だっておかしいだろ、普通あそこで名乗り出るか。まともな人間はどれだけ真っ当に生きていたとしても記憶にないところでもしかしたら何かしたかもという疑念を持ってるもんだ。だから普通名乗り出れないんだよ、俺だって雄一だって。だがお前は名乗り出た。お前自分の悪事を父親の金の力でもみ消してもらってるんじゃないのか？何言ってんだよ。だからあんな風に自信満々に名乗り出た。そんなわけないだろ。天智さん、それは言い過ぎなんじゃ。しほちゃん、こいつが善意だけで名乗り出たと思ってる。多分これは君の顔が整形じゃないと知って気を引こうとしただけだよ。それは、それに俺はずっと疑問だった。俺たち学生が2000万も借金できるかって。学ぶが言ってたよな、今も何か大きなスキャンダルを隠すために大金を使ってるって。それってつまりお前に関係してるんじゃないのか？だとしたらこのゲームに参加させられているのはお前の責任の可能性があるってことだ。違う！四部君が。四部。あ、ちょっと待ってくれよ、雄一ゆとり。しおちゃん、俺たちは疑惑が晴れるまでは少し離れていない。四部。しお！ちょっと待ってくれよ、みんな。話を、俺の話を聞いてくれよ。どうして俺がこんな目に。7回目の提出結果を発表するよ。今回の陰口は1。今回は1つか。残念だな。沢良義志保は過去に20人以上の男を振っている。私じゃないよ。まさかあいつ自分がトップになりたくないからって。これはまさか。裏切り者の目的は第4ゲームでみんなで1マスずつ進んでもゲーム中の借金がプラスマイナスゼロになるにもかかわらず暴露があったことから、お金が目的じゃない可能性が高い。裏切り者の真の目的、それはサワラギを地獄に突き落とすこと。そう考えたら第1ゲームのこっくりさんゲームもこのゲーム中で起きていることも説明がつく。
だチャンスはある。望みを捨てないで。やはり俺の予想通り、あと5マスでサワラギがゴールするという状況になった。つまりこのピリオドでサワラギが1位を取ると、サワラギ1人で最終ゲームに参加しなければならない。なんか C チームもうダメっぽくないですか？今回の陰口は今回の陰口は2つだったね。1つ目はサワラギシゴは昔男に貢がせていた。やってない、私やってないからこんなこと。しおちゃん落ち着いて。そしてもう一つは、しべまことは過去に人を殺している。しべくん、これマジ？本当ならドン引きなんだけど。お父さんが大きなスキャンダルをもみ消してるってまさか。そんなわけないだろ、こんなの嘘に決まってる。なあ学ぶ、この陰口は嘘だ。回転図にさっさと天罰下してくれよ。え、嘘なの？当たり前だろ。じゃあこれが嘘だって言うなら自分でそれを証明してみせてよ。は？証明？俺自身がやってないって言ってるんだぞ。バーカ、そんなの誰でも言えるじゃん。なんだと？じゃあどうすればいいんだよ。証明、前科、俺に前科があるか調べてくれよ。それでわかるだろ。だってしべくんはパパに犯罪をもみ消してもらってる可能性があるからな。前科がないなんて証拠になるかな。そんな。よし、困った時の神頼みだ。神様アンケートでしべくんの言葉を信じるかどうか決めよう。信じるが 50% を超えたら証明できたことにしてあげるよ。さあアピールタイムだ。神様にアピールするんだ。ああ！俺はやってないんだよ。神様信じてくれよ。だって俺人殺しする理由なんて一つもないんだよ。正直今まで生きてきて困ったことなんて一つもなかったし、それに俺金持ちなんだよ。そんな金持ちが、そんな奴が人殺しなんてするわけないだろ。本当にお願い、後悔は。残念。危なかったね、しほちゃん。しべくんが1位じゃなかったらゴールだったよ。首の皮1枚つながったね。まあそれも時間の問題だろうけど。これで C チームも終わりか。そうだな。どう陰口を入れても沢田木志保はあと一マスでゴールしてしまうから誰も追いつけない。たとえ全部白紙で入れても必ず一マス進んでしまうからな。第二沢田木志保の一人負けで確定だ。片桐雄一、買いかぶりすぎたか。マリア、この陰口つぐろくの映像を一番最初に戻してくれ。え？早く。このゲームはまだ終わっていない。我々はとんでもない人間を
このゲームに参加させてしまったかもしれない。大丈夫だよ、しべ。お前に人殺しなんかできるはずがない。俺はお前を信じてるよ。あのさ、俺に一つ提案があるんだけど。裏切り者が自分から名乗り出る方法を思いついた。本当かよ、ゆういち。ああ、確実にできる。みんなさ、神罰について覚えてるか？嘘の陰口を書いたら強制的にトップにされる罰だろ。嘘を書いてもオッケーだよ、バレさえしなければ。バレたらどうなる？神罰が下る。その時一番ゴールに近かった人の一マス先に移動させられるってこと。そう、その神罰のルールを使えば確実に裏切り者を除いたメンバーだけで次のゲームに進むことができる。次で最後になる陰口提出で全員同じ内容を提出する。同じ内容？その内容に該当するのはおそらくこの中でただ一人。そしてその一人が裏切り者だ。そんな陰口があるのか？裏切り者だけが該当する内容のものがあるさ。陰口ペーパーにはみんなでこう書けばいい。自分の名前とこの友達ゲームに参加申し込みをしたのは自分だってな。そもそも裏切り者は俺たちの関係を壊すためにこの友達ゲームに参加したと考えるのが妥当だ。つまり申し込みをしたやつイコール裏切り者ってことだ。ああ、確かに。だからこの陰口で全員が自分の名前を入れたら、仮に俺が裏切り者だった場合、本当のことを書いたことになり神罰は受けない。でもそれ以外のメンバーは嘘を書いたことになり神罰を受ける。結果、裏切り者以外のメンバーは全員がサワラギの一つ前に出てゴールする。そうか、だから誰かがゴールするギリギリのタイミングでの犯人探しなのか。しかし嘘の証明はどうすれば？それができなければ締めの時のように神罰は下されないんだぞ。大丈夫だ、この方法なら嘘の証明は必要ない。だってこの友達ゲームに参加を申し込んだやつだぞ。そんなの運営が確実に把握してるだろう。そうだろ、マナブ。うん、多分ね。ほらな、だからこの陰口を全員が出すだけで誰が嘘つきで誰が裏切り者かを運営が判断してくれるってことだ。なるほどな。まあ俺は本当はみんなでゴールしたかったよ。でもここまでゲームが荒れてしまった以上、裏切り者はこの第二ゲームにおいてクリアした方がいいと思った。そして残った本当の友達だけで第三ゲームを戦おう。よし、じゃあ決まりだ。まずはサワラギが一番信用してる天智、お前が最初に言ってくれ。ああ、分かった。俺が最初に書いてくる。よし、じゃあ最後は俺が。それじゃあ最後の陰口を発表するよ。今回の陰口は全部で
他は全部白紙だよ。中身は自分が友達ゲームに参加を申し込みました。ミカサ天智。え、なんでなんでなんで俺しか陰口入れてないんだよ。なんだなんだその目。お前ら天智、だから俺言ったろ、裏切り者が自分から名乗り出る方法を思いついたってな。名乗り、いやその違う。ねえみんな、みんな俺の話を聞いてくれ。もう泣くなよ天智。言い訳なら後でいくらでも言わせてやるからよ。だからな、今は早く答えだけを言え。真実は遅かれ早かれバレんだ。スパッと聞かれたことだけ答えてろ天智。この友達ゲームに参加申し込みをしたのはお前か。はい。俺がこの友達ゲームに参加を申し込みました。ねえみんな、修学旅行費って全員出したよね。おいみんな、俺は今から集中して数学の課題を解くから、誰も話しかけんじゃねえぞ。誰もかけねえよバカ。おい見せよ、トラックの仕組みしてよ。どうやって鍵を開けたの？私、鍵閉めたのに。俺はお前の全てを知るためにずっと見てた。いや、ずっと聞いてたんだ。これ、生前の父が志保ちゃんに言って。ありがとう。カバンとかにつけておくといいんだって。わかった。だからロッカーのスペアキーの場所も、ココロギさんの秘密も全部知っていた。最初の陰口を入れたのも、その次の陰口を入れたのも、大きな暴露は渋谷の人殺し以外俺が全部入れたものだ。先輩、どうなってるんですか？片桐雄一は三笠天智が裏切り者だって気づいてたんですか？まあ見ていろ。どうやら種明かしを始めるみたいだ。なあ雄一、お前は一体何をしたんだ？どうやって俺だと？まず俺はこの第二ゲームがスタートしてから裏切り者がいると感じたら、そいつをあぶり出すために仕掛けようと決めていた。仕掛ける？そして第三ピリオドで大きな暴露があった。その陰口が出た時点で俺は攻略法が分かったとみんなに言いつつ、
陰口を書かれたサワラギにだけみんなにバレないようにある指示を出していたんだ。バレないように指示を出したのと、あの時はみんな一緒にいた。二人でなかなか話す隙なんてなかったはずだ。そうだな。だから俺はこの陰口ペーパーを使ったんだ。これが片桐がやった一つ目の仕掛けだ。映像をよく見てみろ。ペンを持ってる。白紙で出したはずの片桐がペンを持つ理由は一つ。それはあいつが陰口ペーパーを通常とは違う用途で使ったということだ。俺は白紙で出した。次はサワラギ頼む。うん、分かった。なるほど、陰口ペーパーか。だがよくそこまで志保ちゃんを信頼できたな。最初に陰口を入れられたとはいえ、彼女が裏切り者の可能性だってあったはずだ。もちろん、すぐに信じたわけじゃない。だからテストさせてもらったんだ。テスト？俺がこの陰口ペーパーで最初に出した指示は、このピリオドで昔屋上で話した俺とお前二人だけの秘密の話を陰口として出せだ。なんだよ。友達になろうと思って。いいのかよ、一週間風呂入ってないようなやつでも。え、それ本当？あのピリオドでサワラギがそれを書けば、必然的に同じ第四ピリオドで裏切り者が書いたであろう別の暴露、サワラギ志保は整形だを書いたのはサワラギじゃないことになる。あの時俺以外の暴露が出たのはそのためか。それで初めて俺はサワラギを味方と認めたわけだ。そして次にサワラギ同様大きな暴露があった心木を裏切り者かどうか見極めることにした。ちょっと待て、それってまさかそうやって裏切り者かどうか一人ずつ確認していったってことか。そうだよ。俺がやった裏切り者の探し方は消去法だ。心木、信じるも信じないもないよ。ゆういち、みんなにバレないように抱きつくふりをしながらこの手紙を読んでくれ。そこに書いてあった内容は、サワラギは味方だ、だが裏切り者を炙り出すためにサワラギとは不仲である芝居を続けてくれ、そして次のピリオドでお前しか知らないサワラギの暴露を陰口ペーパーに書いてほしい。抱き合ってる間に読んでたのか。それで心木が第6ピリオドで入れたのがサワラギの下着の暴露。ゆとり、私じゃないよ。これで心木の潔白も証明された。同じピリオドで天智の年齢詐称という大きな暴露があったからだ。確かに俺はみんなより一つ年上だ。こうなると、その天智の年齢詐称を書いたのは、しべかお前自身ということになる。なぜなら、もちろん俺は白紙で出したし、サワラギにも陰口ペーパーを使って陰口を書かないように指示を出していたからな。そんなバカな。あの時は俺はずっと志保ちゃんの近くにいた。陰口ペーパーを渡す隙なんてなかったはずだ。あったろ、3分間だけ。まさか。まあしべは、遠くでいじけててあまり注意深く見てなかったしな。終わったぞ。いい加減にしろ、サワラギ。これが二つ目の仕掛けだ。このゲームはボックスに誰がどの順番で入っても意味はないはずなのに、片桐はさりげなくボックスに入る順序を誘導していた。残ったお前としべだが、その判別は簡単だった。スペシャルチャンスだよ。それにしべは名乗り出た。この友達ゲームに参加申し込みをしたという秘密を持ったやつが
運営に暴露される可能性の高いスペシャルチャンスに名乗り出るのは無理だろう。たとえ父親に犯罪をもみ消してもらっていたとしてもな。結果残ったのはお前だ、天神。そんなに早い段階で気づいていたのに、どうしてすぐに俺が裏切り者だと公表しなかった？裏切り者だとバレたお前が暴走してとんでもない秘密を暴露しまくったら困るだろう。だからギリギリまでわざと泳がせ、最終ピリオドでお前一人に陰口を書かせて、それ以外のメンバーには白紙で出すように指示を出しといたんだよ。最後に一つ聞きたい。他のみんなをどうやって信じさせた？雄一は消去法で信じていけたとはいえ、他のみんなはいくら雄一を言えども、こんな極限状態で簡単に信じられるはずがない。気づかなかったか、俺のある変化。変化だって？これが最後の仕掛けだ。プレート。そうだ、よくあるだろう、友情の証として大切なものを渡す。俺は陰口ペーパーと一緒にそれぞれに俺のネームプレートを渡してるんだ。大切なものを渡す代わりに俺を信じてくれってな。俺は白紙で出した。次はサラギ、頼む。俺を信じてもらう代わりに俺のネームプレートを出す。ごめんないきなり変なこと言って。でもそれなら俺がお前から離れないって少しは信じられるだろう。うん。マリア、詐欺師が相手から大金を騙し取るためにはまず何が必要だと思う？それは相手にまず自分を信頼させること。そのために一番簡単な方法は何だと思う？詐欺師が先に金を渡すんだよ。片桐は一見してネームプレートを渡し、相手に信じさせようとへりくだっているように見えるが、実は違う。奴はネームプレートを渡して相手に言うことを聞かせたんだよ、強制的にな。相手が断れないのは知ってたんだ。真っ当な人間は先に恩や全面的な信頼を向けられると断れない。断れば相手の信頼を裏切ることになるからな。そこまで計算して？そう、やつはそういう真っ当な人間の心理を逆手に取った。これは完全に詐欺師に類する悪人の発想。片桐の発想の根にあるのは悪そのものだ。まあ正直これは俺も賭けだったが、渡すだけでは金額は増えてはいなかった。みんな俺の金額を見ないでいてくれたんだ。友達ゲームの攻略法は友達を疑わないこと。まさか志保ちゃんと心木さんの喧嘩も芝居だったと。志保ちゃん、天智さん、なんでなんでこんなことを？それはそれはお前の人間関係を全部壊すためだよ。え？どうして？ねえねえ、青春してるとこ悪いんだけど、ゲーム続けていいかな？あのさ、
裏切り者を見つけたのはいいんだけど、このまま神様アンケートをすれば、志保ちゃんの一人負けは変わらないからね。そっか。まだ仕上げが残ってたな。うん？学ぶ、ちょっといいか？うん？今の話が事実か調べろ。はい。なんだよ仕上げって。誰も傷つかない最良の方法だ。これは片桐の話は事実だ。突然だけどアンケート前にここでゲーム終了。影口すごろくは、ゆういちくんが一人でゴールしてゲームクリア。ゆういちが一人でゴール？何？どういうこと？ゆういちくんは第19ピリオドで嘘の影口を出していて、それが嘘だったと自分で証明したんだ。つまり神罰が下って志保ちゃんの一マス先ゴールしたってわけ。第19ピリオドでついたゆういちの嘘。ゆういち、これのどこが最良の方法っていうのよ。いや、これでいいんだよ。これがベストの選択だ。そんなお前だけって。天智どうすんだよ。こいつ俺たち裏切ったんだぞ。許せんのかお前。そうだな。なんで天智がこんなことをしたのかは気になるが、まあでもそれは俺が第3ゲームに行っている間にでもみんなで聞いといてくれ。それで許すも許さないも俺抜きでお前らが決めてくれ。そもそも俺には天智を責める資格なんかない。どういう意味だよ。俺は過去にひどいことをした。それをずっとみんなに隠してた。知られたら友達じゃいられなくなると思ったから。これはある意味天智のやったことよりずっと最低な裏切りだと思う。何があったっていうの？雄一の過去に。俺は第19ピリオドで嘘の陰口を書いた。その内容は、四部誠は過去に人を殺している。俺の書いてない唯一の暴露。雄一があれ書いてんのかよ。あれな、本当は俺だったんだよ過去に人を殺したのは。雄一が人殺し？嘘でしょ。いや、でも神罰が下ったってことは、きっと事故か何かでしょ。事故じゃない。雄一くんは正真正銘の人殺しだよ。しかも3人も殺してる。3人って。君ってバカだよね。第3ゲームに自分から一人で行こうとするなんて。悪いかよ。言ったじゃないか、第3ゲームは超辛いって。しかも一人ではクリアほぼ不可能なんだよ。君は自己犠牲でヒーローを気取ったつもりかもしれないけど、きっと後悔するよ。俺が一人になって後悔するのはどっちだろうな。何？どういう意味？俺にとって友達はまともに生きるためのストッパーだった。ストッパー？あいつらに俺の本性を知られたくなかったからな。でも第3ゲームではそのストッパーがなくなる。要するに
俺は本気を出せるってことだ。第三ゲームはお前ら運営を潰すつもりでいく。覚悟しとけ。わあ、怖い怖い。そんな怖い顔するからみんながドン引きしてるじゃないか。人殺しのゆういちくん。まあそうなるわな。みんないいの？ゆういちくんが言っちゃうよ。第三ゲームは地獄だよ。しかも一人で行ったって絶対クリアできない。そんなところに向かうゆういちくんに何か言葉をかけてあげれば。あらら、誰もいないみたいだね。やっぱり人殺しとは誰も友達になれないって。いや、これで清々した。お前らもう俺のこと忘れてくれ。俺もお前らのことはもう忘れる。ちょっと待ってくれ。雄一を一人で行かせるわけにはいかない。学、実は俺もゲーム中に嘘をついた。だから俺にも神罰を下してくれ。今さら何さ。第3ピリオドで俺と志保ちゃんが付き合ってたっていう陰口があっただろ。あれは俺が志保ちゃんに対して恋愛感情があって初めて成立すると言ったよな。ああ、うん、言ったね。あれが嘘だったんだ。俺は志保ちゃんに恋愛感情を持ったことは一度もない。はあ、どういうこと？俺が今回みんなの友情を壊そうと思ったのはある人の心を独占したかったからだ。ある人？俺が本当に好きなのは雄一だったんだ。ん？はあ？俺は雄一のことがずっと好きで、モテモテのあいつに振り向いてもらいたくてこんなことを。ちょっとちょっと、何を苦し紛れに変なこと言わないでよ。そんなのわざとゴールするための作り話でしょ。分かってる、証明すればいいんだよ。なあ雄一、お前は初めてか？何が？俺は初めてだ。だからよく作法は分からんが、とりあえずメガネは取るぞ。証明完了。第3ゲームはお二人でどうぞ。行こう雄一、俺とお前なら友達ゲームの本当の闇と戦える。雄一、大丈夫か？雄一すごい汗だぞ。天使、あ、まあそういう反応になるわね。あれはお前についていくために仕方なくしたこと。俺はノーマルだよ。だよな。違うよ。当たり前だろ。
こどこなんだ。わからん。俺も少し前に意識が戻ったところだ。そうか。なあ、ゆういち。俺のことを全然信用できないだろうけど、俺の話を聞いてもらえるか。俺がなんでみんなを裏切ったのか、なんで俺がみんなより年上なのか、空白の一年間に何があったのか。ああ、あのな、ゆういち、俺は友達ゲーム2回目なんだ。2回目？全部志保ちゃん、沢良志保のせいなんだよ。沢良のせい。あいつは俺のこの世で一番大切なものを奪ったんだ。こいつらは別のチームか。男か。興味ないな。おい、さっきから何ガン飛ばしてんだ。マナブさんを探してるんですけど見てません？おい、マナブ出てこい。バスケ部。ああ、だからお前たちのような友情関係とは違うな。で、なんで友達ゲーム？キャプテン、これ以上こっちの情報は流さない方がいいと思います。タイと対戦する可能性だってあるんですか？そういうことだ。おい、見ろよ。体力を使わせるのが目的かもな。てめえふざけんじゃねえぞ。どう？いいハイキングになった？いい景色もたくさん見えたでしょう。そんな景色はなかったね。この道中いろいろ見えたはずだよ。隠れるのにいい場所をね。隠れる？それじゃあ始めよう。最終ゲームは C チームと K チームによる対戦形式、その名も友情かくれんぼ。友情かくれんぼ。街ながら指切りした、好きな人の話、ピアス開けたこと、毎日キラキラの時間、悪い心の奥まで見せてるふりをして
してくれて、たまには私のことも頼ってよ。心はいつしか嘘つけ隠れ